ございます、クッキング。今日やる料理はね、はいはい、インゲンちゃーん。今日はね、このインゲンがね、だいぶこう、美味しい時期ですよ。なんで、今日はこれで一品、ちょっとおつまみ作りまーす。はい、調理スタート。はい、今日のね、材料説明いきますね。はい、今日の材料はね、はい、インゲンが 100g、それからね、鶏のささみ2本、それからプチトマトを 6個ね。はい、こんだけでーす。じゃあ、早速調理の方行ってみたいと思います。はい、まずインゲンなんですけど、こういう感じになってて、で、これをね、先の方をこう剥いて、こうやると、こう、あの、筋がある場合は、こう、筋が引けますんで、こういう感じでね、でここが硬くて筋がある場合はここでこう筋がピューッと取れるんですけど、今日のはねどうもね筋がないっすね。ものすごく柔らかくて今いいやつなんで、これ筋がない感じなんで、こういう感じで、まあ取れる時はこう筋引きをします。で今日はねもうこれはもう筋引かないで大丈夫な感じなんで、このままあのやっていっちゃいます。さあ、そしたらねインゲンなんですけど、こう両サイズをこうちょっとだけこう切って、そしたらね、この食べやすい大きさに、大体そうですね、この感じですと、こんな感じで、大体2センチぐらいの大きさにカットします。はい。よーし、はい。そしたらね、このインゲンをね、茹でていくんですけど、こういう青物を茹でるときは、ちょっとね、塩をね、これ大さじで大体3分の1ぐらい、小さじだったら1杯分ぐらいかな。これパーン入れて、で、こうちょっと塩入れて入れると、ちょっと色が鮮やかに仕上がりますからね。こういう感じで、インゲンをボイルしていきます。あ、はい、こんな感じでね、大体まあ1分2分茹でましたかね。こんな感じでいい感じに茹で上がってきましたね。そしたらね、茹で上がりの目安としては、こうちょっと熱いんですけど、ちょっとこうちょっとね気をつけながら、こうやってこう触ってみて、ちょっと爪をこうちょっと入るぐらいだね、こう触ってこう爪がちょっと入るぐらいの感じになったら大体いい感じなんで、そしたらこれを、はい、引き上げます。そしたらね、このお湯使いたいんで、お湯をザーッと流しちゃうんじゃなくて、このまんまこういう感じでザルにこう開けて、うい、よし、はい、こういう感じでザルに開けて、これちょっと水洗いして、ちょっと冷ましますね。はい。そしたらね、このこっちの方の沸いてるお湯に今度このささみをこう入れます。でちょっとね多めの、お湯で茹でたんで、そしたらねこのまんまね、ちょっとこうグラーっとして、そしたらこのまま火止めちゃっていいっす。でささみの場合はあんまり火入れすぎるとパサパサしちゃうんで、このままたっぷりめのお湯でこの沸騰した中に入れて、これで5分とかね10分ぐらい置いときますね。大体5分ぐらいでいいですね。5分ぐらいこれで置いとくと、しっとりしたゆでたてができますよ。はい。よし、そしたらね、ささみをね、放置してる間にやっとくことありますね。そしたらね、これね、今さっき言ったみたいに水で洗って、しっかりこう水切っときますね。いい色ですね。はい。そしたら今度、プチトマトの方なんですけど、これはこうね、このヘタだけこう取って、で、こう真ん中に1本入れときます。はい、こんな感じです。はい、真ん中1本入れて、こんな感じで切っときます。さあ、そしたらね、今度ね、今日の和え衣もね、今日何やるかって言ったらね、このインゲンの、ごまあえやるんですけど、このね、変わりごまあえですね、鶏のささみと、まあ、トマトを使ったね、まあ、なんで、ちょっとその、この、ごまあえのタレというかね、このものの方いきますね。そしたらね、このすりごま、はい、すりごまちゃーん、はい。よし、はい、大さじ2杯、はい、よし、そしたら醤油ね、はい、醤油も大さじ2杯、はい、あとお砂糖ですね、お砂糖も大さじ2杯、はい、全部同割りですよ。はい、こんな感じで、はい、これをこんな感じで合わせておきます。はい、はい、そしたらね、はい、ささみの方ね、5分経ちましたね。どんな状態になってるかって言ったら、こういう感じで、ちょっとね、これでちょっと、まあこんな感じで引き上げて、よいしょ。はい、こんな感じで引き上げて、でね、ちょっとね、心配だったらね、ちょっとね、熱いんですけど、こういう感じで、ちょっと、なんかちょっとね、一番太いとここう裂いてみたら、これはちゃんとしっかり火が入ってますね。ってことで、これを全部引き上げて、はい。はい、そしたらこれをまた冷水で冷やします。
はい、そしてね、冷水でちょっと冷ましましたね。こんな感じで、でこのねしっとりしたこのなんていうのかな、ゆで鶏ができましたね。そしたらこれをこの先ほどのタレのところにこういう感じでね、こう細かくこうちょっとこう裂いてあげて、こう裂きながらこの中入れていきますよ。こういう感じでね、こんな感じで、だいたいインゲンと同じぐらいの大きさをイメージしながらこうやってこう裂いていきます。こういう感じね。よし、はい、こんな感じで鶏肉を裂き終わりました。はい、そしたらね、先ほど準備用意しておいた、はい、トマトと、はい、はい、インゲンちゃんもこれの中に入れて、よし、ちょっと。はい、これでざっくりざっくり合わせていきます。わー、美味しそう。はい、こんな感じでざっくり合わせたら、はい、完成です。はい、そしたらこれをね、こちらを、はい、きれいにお皿に盛り付けて、はい、こんな感じで盛り付けて完成しました。はい、今日の簡単料理ね、鶏のささみとインゲンとプチトマトのごま和えの完成でーす。めっちゃ美味しそう。よーし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思いまーす。へい、今日の感じ、こんな感じですよー。彩りも綺麗だし、美味しそうですね。へい、じゃあこれをつまみに、今日もいっぱいやりたいと思いまーす。はい、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。あー、もう美味しい。もう毎日楽しい。へい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 。よし、ってことで今日の感じはこんな感じなんですよ。美味しそうに撮れてますかね。めっちゃ美味しそうです。彩りも綺麗だしね。よし、じゃあね、早速いただいてみたいと思います。いただきます。よし、いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。これは美味しいぞ。これはね、やっぱりね、このインゲンともうごま和えっていうのはもう定番じゃないですか。それにまあ鶏肉なんで、まあ鶏肉もバンバジーとかね、やっぱごまはもう合うのは分かってるんで、なんだけどそれに今度ね、このプチトマトが清涼感を、このごまのまったりした中にこうちょっとねアクセントして、このトマトの清涼感、いやこれめちゃくちゃいいですね。ね、これだったらもうなんていうかな、どっちかっつったらもうあのインゲンのごま和えとかっつったらこうなんていうか脇役の感じがしますよね。なんですけど今日のこういう感じに、ね、こう鶏とかと合わせてみると、もうこれだけのボリュームですから、もう本当に主菜としても成り立っちゃいますね。もうこれでご飯をおかず、ご飯のおかずとしてもバリバリいけちゃうし、もう何よりこうね、このお酒のつまみとしても最高ですよ。このごまとね、このね、お砂糖の甘い、甘辛、甘じょっぱい感じにごま、めちゃめちゃ合いますね。これも間違いなし。これはもうこの感じなんで、お弁当のおかずにも大丈夫ですし、お酒のね、お供、ね、ご飯のおかずに何でも、なっちゃう、このボリューム満点の今日のこの、鶏肉、鶏ささみとプチトマトとインゲンのごま和え、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。